後ほど資料をお送りしますね。今日のデート頑張る。はい、失礼します。あ、行かなきゃ。あれやったし、これやったし。鏡、鏡。大丈夫かな。よし、必ず成功する。いつもの自分で頑張れ。リラックス。お待たせ。はい、お願いします。え、私も好きだよ。今度一緒に行こう。はい、お任せください。今後もよろしくお願いいたします。私も好きな私。どっちも好きじゃダメですか？今回は2つの役どころを演じさせていただいて、で今回のこの時計がこのここを取れる、取り外しが可能になってて、このベルトにできたりとか、自分のその気分によって変えれるんですけど、まあ、それをオンとオフとした、形で、描いたストーリーになっていて、なので、まあ、会社に勤めてるそのちょっとカッコつけたい女性だったりっていう時は少しだけ真面目にというか演じさせていただいて、で自分の気持ちに素直に生きてる、まあ、オフのリラックスした状態は少しだけ表情、笑顔を多めにとか、まあ、そういったことで少しだけ違いをつけてやりました。まあ、仕事が終わってオンの時はやっぱり現場に入ってメイクをし始めてる間にだんだんと目が覚めてくるので、まあ、少しずつそのメイク時間が割と自分のオンのスイッチが入る時間になってて、オフは家に帰ってきてカバンを置いて、でソファーに座った瞬間にもうスイッチが切れるんですけど、まあそこから、ちょっとだけのんびりしてお風呂で、まあ夏場なのでなるべく早めにお風呂に入って汗を流してすっきりするっていうのが今の気分ですね。はい、なんか何もやってませんって言った方がかっこいいんでしょうけど、それこそでもやってますね、いろいろまあ、ジムも通ってますし、ランニングしたり寝る前にストレッチしたり、あとは、まあ、結構お肌のケアも気にしてはいて、まあビタミン取ったりとか、あとはタンパク質たくさん取ったりとか、まあでも皆さんが多分一般的にやられてることをやってるだけだと思います。私はあんまり人に頼らないタイプなので苦手かもしれないですね。はい。現場、やっぱ作品に入るともう朝から夜までもう結構毎日続くので、まあ皆さん大変なんですけど、その感情の浮き沈みがやっぱり激しいと1週間どういうふうにペース配分して過ごしたらいいんだろうっていうのをすごい考えてしまうんですけど、やっぱ朝泣いたと思ったら昼間ぐらいに笑って、でまた夜泣くシーンがあってとかっていうのを毎日ずっとやってると、誰かの肩を借りたくなる時はそうですね、なんか。まあ、実際にはそんな、なんて言うんですか、こう男性にあからさまに甘えるってことは現場とかでは全くしないですけど、でもその例えば相手役の方が、あ、今日は現場にいるんだと思ったら、なんかなんだろうな、こう相手役の方がいない時の現場でこうちょっと肩の力が入ってるのを抜かしてもらったりとか、
ちょっと今日はあなたにお任せするねみたいな、なんかそういう時はありますね、たまに。普段からあんまりはしゃいでるタイプじゃないので、もうゆっくりお茶してたり、こうやってなんかお話ししたりする、そういうのんびりした時間を持つと、なんか自分のペースだなっていうふうに思いますけど、仕事は一生懸命頑張りますけど、プライベートでは自分の感じることを大事にしたい、職場ではかっこつけたいけど、好きな人の前では可愛くいたい、そんな多くの女性の、方々が、共感してくださるムービーになったんじゃないかと、思いますので、自分の、気持ちと重ね合いながら、このムービーをぜひ楽しんで見ていただけたらいいなと思います。有村架純でした。